お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらの、よいしょ、2.6 スケラでございます。なんか 2.6 っていうので、めちゃくちゃなんかいろいろあるじゃないですか。2.6 ホグに、なんか 2.6 ロイジェとか、2.6 じゃないよ、あれ。2.9 だ。だからまあ 2. 何ぼなんちゃらっていうのがよくある中で、スケラをまあ見たことがないなと思ったんで、まあちょいとね、今 2.6 スケラっていうものを、まあ、雰囲気ちょっと強そうな感じで作ってみましたっていうわけで、まあ、こちらでね、今日やっていきたいと思います。よいしょ。で、なんか 2.6 ディガポイみたいな。で、ディガポイなんかディガーデッキをまあ使う方がいて、まあ、その方のね、まあ、デッキをちょいと参考にさせてもらいましたね。はい。というわけでよろしくお願いします。ちなみに、まあ、プラネットさんですね。プラネットさん。世界5位取ってる方が、なんか、ボムタワー、ギガデッキで行ってて、まあ、そのデッキとちょっとま、似てる感じですね。はい。よいしょ。で、これは、ま、回転やっぱ早いんで、ガンガン攻めていきます。ガンガン攻めていきます。よいしょ。っていうわけで、どうしようかな。これロリババして、シンプルにスケラーなんだけど、ロリババコウモリとか、ヤリゴブとか、まあ、アイスピスケラーとか、まあ、チクチク、まあ、プレッシャーかけつつですね。で、まあ、このデッキの特徴的なのが、スペルが、ま、生き玉とロリババしかないんで、相手の、あれを、あれっすよ、あれ。相手の、ま、ガゴとか、吹き矢とか処理できないんですよね、相手陣地に来られたら。なんで、ま、そこは、もうね、相手が、そういうユニット割いた後にスケラを打つしか、ま、ないんで、まあ、しっかりタイミングとかをね、見計らっていきたいと思います。いや、痛いな。このダメージ痛いな。だいたいボーラーコウモリファイボー。よくわかんないんですけど、これ相手によって2つ取りに行くか1つ取るかがすごい変わってくるんですね。例えばまあ、ゴレだったらなんかよく守れるときと守れないときがあるんで、まあむずいんですけど、なんだろう。なんかこの相手守れそうにないなと思ったら、シンプルに1個は取られていい立ち回りとして、まあ両方削り行くっていうのがまあ正解なんですけど、まあ、相手、によって、ま、決めていく感じですね。よいしょ。ボーラーいるんすよね。ボーラーいるのがすごい厄介なんだけど、いいや。今言ったらインドラサイト後で多分結構苦しいから、OK。はいー。はいー。吹き上げミングしてる。これ、この多分、1700ぐらい削ってるうち多分、ほぼ全部吹き矢。コウモリ来たら雪玉だけど。いや、美味しい。相手、ボーラーインドラ何なんだろう、これ。このデッキが、まだわかんない。あ、なるほどね。これでロリババスケラしたら絶対これコウモリ来るんで読みかも。来ない。あは、ちょっと違う。ちょっと惜しかったな。まあまあまあ。なるほどね。まあ、これはでもボムタワーで惜しくいただきますと。やりゴブで、吹き矢で、まあいい感じにね、ちらつかせて。まあ、ザップ使ったことによって、タワーのターゲット変わって、まあそれはそれでいい感じになりましたね。あ、まだコウモリ余裕できてた。雪玉いらなかった。今の雪玉はもったいない。で、これもったいないんでやりゴブつけたんですけど、ボーリーで狩られましたね。で、これを繰り返してると、結構、同彩になっちゃって、あれなんですよね。なんか、持ってかれる？普通に、同彩ゲーミングをしてると、一気に持ってかれちゃったりするんで、まあ、攻めるのは大事なんですけど、逆彩にこっから持っていきますね。こっから逆彩いきます。こっからこの、あ、俺の逆彩。いて、いや、これ、行かなくていいか。いや、行くか。行くしかないですよね。なんで、あの線多分削れないんで、もう僕。こっから逆行きます。で、この吹き矢とか絶対防衛しないから、相手は。いや、防衛するから、さすがにこれで防衛させよう。これで防衛させて、よいしょ。で、この吹き矢がもう無双してくれる。この吹き矢無双。あ、ザップ！いや、でもこれで多分、あ、トルネもあんのか。トルネもあんのかって感じ。トルネもあんのかって。これで左にも相手はボーラーとかを出したくなってくる。ちょっと低めで出して、ボーラー誘う。はい、来た。美味しい。美味しい。で、これに、ロリババスケラ、オッケー。もう多分相手苦しいんで、ここはボムタワーで防衛。あー、で、アイスイーサーだから12が奇跡的にありがたいんだけど。ここ頑張って防衛します。頑張って防衛したら、まあ、左がね、気づいたら落ちそうみたいなことになって、相手は左を警戒するんだけど、ここで右側にもプレッシャー与えていく。
だいたいボーラーとかの大型しかないから、ここで吹き出すと刺さるはずが、まあ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 ですね、まあまあですね。こうやってボムタワー置いとけばもう守れちゃうんで、まあ、僕の勝ちですね。お疲れ様でしたって感じ。よいしょ、さすがに守れるでしょ多分。いきなり打って、ほら、オッケー丸ベイビーで、ここの最後のフィニッシャーの仕方すごい大事なんだよな。こっち攻めて絶対防衛するから、その瞬間に吹き矢でグッドゲーム。おしゃれ、終わり方がおしゃれ。よし、いや意外と2.6 スケラ、まさかの、まあ、説はありますね。説はある。でさっき一応あのクロスにも勝ったんですよね。クロスなんかその回なんか違うやつで負けたんですけど、そう、まさかのクロスにも勝てたっていうの、これでっていう奇跡もありの、まあ雪玉が今すごい強いんで、雪玉はソロ効果があるんですよね。なんでそのソロ効果で結構そのスケルトンが溜まっていくっていう、スケラのね、スケラのスケルトンが結構溜まって、まあ、大ダメージにつながるっていうのが、まあこの雪玉のいいところではありますね。はい、というわけでまず次やるんですけど、マッチングは長い、来た、さあよろしく。で相手がファイボとかだとスケラがぶっ刺さるし、まあ別にポイズンでも正直ね、正直2周もあるから何も怖くない。スペルなんか何でもいいまでありますね。逆に。よいしょ。ああ、なるほど。美味しい。美味しい。もうこのダメージ、美味しい。ああ、防衛してくるか、さすがに。これ、ロリババで、もう先にプレッシャー与えて、さらに後からこの吹き矢がプレッシャー与えに行く。ああ、なるほど。ここは防衛します。できるだけね、まあ、高回転なんで、抑えられるダメージは抑えていきたいですね。アイスイーツベビドラか、遅延ロイかな。多分ロイっぽいですけどね。今ロリババ咲いたんで、ここで攻めるか。これロリババ咲いて、気持ちアイスピ、あーはー、全然意味ない。意味ないこともないか。いや、なんでそんな守られてんだ。アイスイーツ防衛がそんなに良かったの。いやー、ここでロイジェイとか出されたら終わるなー。終わるなー。終わる。けど、ボムタワーが回る。よし。いや、強い、強い。いや、ボムタワーが強い。で、これ、コウモリで、多分一発かな。うん。よし。まあ、ダメージは5分ですね。これ、でも、さっきと同じで、同歳同歳ばっかりしてると、後ろからアイスイズにビビドラに、まあ、固められちゃうんで、まあ、僕は左側を狙いに行きたいですね。よいしょ。で、ここは、どうやって、まあ、吹き矢プラスアイスピーで処理したいですね。よいしょ。ぽい。で、この吹き矢は残します。よいしょ。で、これコウモリを付け足したいですね、僕は。オッケーオッケー。あはー、でも、ランパ。いや、全然いい。雪玉打ってよかったな。打ってよかった。いやー、判断押せ。判断押せよ。はい。まあいい。で、このベビドラ一発二発許容して防衛します。2発か。全然全然全然。これもう一回繰り返します。で、ワンチャン避ける。ああ、避けないか。これ、アイスイーズ、逆に飛ばせる説ある。こうやって逆に行く。行け。で、スケラがぶっ刺さる。オッケー。で、今、ランバー相手遅れて出したから、コスが4、5、6ぐらい。いや、そんなないか。まあまあ、でもこれを繰り返すともう僕の勝ちですね。はい、ゴー。大体ここにロリババ避けたいでしょ。でもスケラにも刺さないと。あ、待って、これ、ごめんなさい。先輩、これで落ちてくんないとやばいかも。あ、で、このキング起動ごめん。やった。このキング起動やった。まあ、勝てるからいいか。多分。調子乗っちゃってる。で、一回置く。いや、置いたらダメだ。置いたらダメ。相手休憩しちゃうことになるんで。よいしょ。これ、まあ、スロー効果与えると、もうそれだけでスケルトンがその間に殴るんで。いや、スロー効果マジ大事っすね。あと雪玉2発だ。あと2発ゲーミングですね。一発かちょっと許容して、コウモリ出して、これ、ルリババ出しておけば相手はこれにね、コスト使わないといけないんで。はい、ピヨーン。で、コウモリ処理したらやりゴブ飛ばして、でもスケル打ったら終わるまであるか。はい、お疲れ。で、最後雪玉もあるんでね、別に。勝ちましたね。おや
もうネタでも何でもないまであるな。よいしょ。グッドゲーム。グッドゲーム。しかも YT って書いてるから、YouTuber 説。説。ほい。さあ、ラスト行くか。55来たわ。55。あれ？いや、楽しいな。これ、高回転使うと、やっぱまあ何にでも結構立ち回れるから、まあ重量級がすごいきつくなるんだけど、まあその分、2つ取るっていうのは、まあ大事ですね。重量級どうするのってなったら、重量級、やっぱ守れないんですよ、結局。守れないなら、別に守らなくていいんですよね。けど、その程よく守るっていうのが大事で、1個は取らしていいけど、逆に2個目は取らしたらダメっていうので、もう前半からね、もう2個取りに行くっていうのを、まあ意識すると、結構このデッキに限らず普通に、なんだろう、軽いデッキを使ってる人は、すごい、まあ変わるかもしれないですね。なんで、結構ゴレとか形作られたらきついじゃないですか。なんですけど、無視されたりね、まあ、よくある話なんですけど、それを、まあ、無視されるのに、普通に、なんだろうな、なんて言ったらいいんだろう。無視されておられるのは分かる。おられるのはもうしょうがないから、じゃあ、おられてもいいけど、逆にこっちが2個取れば、それは勝ちなんで、1個はどうにか守ろうっていうね。1個はどうにか守ろうってあれだ。両方無視されて2個取られたら無理だ。あれあれねーって感じだ。まあでも、なんだろうな。そう。1個は取られていい。1個は取られていいけど、2個は守ろうっていうのは大事だと思います。よいしょ、今、ロリマン、これ、ギャングでしょ？ほい。お疲れ。終わってくれないって。勝ったくね。いや、バルキリーあるけど、これ、コウモリが多分無双する。まあ、バルキリー溶かしてくれたら美味しいまでありますね。でも、ああ、なるほど。アイスピと、はーい、美味しい！美味しい。で、あのプリンちゃんは、どう処理しようかな。吹き矢のこの位置、左側で処理して、そのまま、左側に歩いていこう。OK。うわっ！え？プロ？でも分かってましたね。この人上手い人だな。分かってるな。分かってるな、今の。今のは分かってるな。早かったもん。構えてたか読みで打ったぐらい。でも今ので使ったら、僕のスキラきつくないっていう話だよね。こっちで、使わせてからのこっち。はい、甘い。甘い。俺の狙いは右でしたっていうやつですね。いや、完璧だ。もう騙された。相手。よし。で、これ雪玉で。多分これキングにノックバック。いや、わかんねえな。いや、できた気がするけど、これは、ワンテンポ待って。いや、これ、ウッド普通に早いか。まあまあまあ、まあいいや。で、これで打っていくるかな。いや、美味しい。あー、なるほどね。いや、それは、もうシンプルに、あれする。これで、こっちに絶対あれ来るから OK。防衛許容して、攻めを重視で。結構許容、回転範囲でね、その分、ダメージ許容できるんで、後からカバーが何とでもなるんで、攻めます。ここはさすがに守れますね。よいしょ。で、これは多分普通に分かってると思うけど、こっち攻めます。OK。オッケー、美味しい。で、これでもう落ちるかもしんないまだる。で、これロリババで丁寧に守って、イージーですね。勝ったな。さすがに勝った。ボムタは一回も出してない。あはー、それはちょっと嫌い。そういうのちょっと苦手。ほら。まあまあですね。やばい。ちょっとやばい。あー、早い。やばい。まあ、でもみたいな。これ雪玉で飛ばして、オッケー。完璧。完璧。あと150なんで、雪玉3回か。さすがに大変かな。ああ！さすがに困る。さすがに困る。グッドゲーム。美味しいですね。おや？トラゲこれでできるかもしんない。さすがにないか。さすがにないけど、まあまあまあ。まあちょっとあれですね。今までにないスケラデッキ、ご注意と、まあできたんで。まあ良ければね、ちょっと遊びがてらでも使ってみてもらえたらいいなと思います。これはまあ正直何が来てもいい。OK。はい。というわけで、まあ今日はね、ちょっと 2.6 スケラっていうので、まあ遊び感覚でね、やったんですけど、意外と、まあ勝てて、
まあ、楽しい&ちょい強だったんでね、ぜひ使ってみてもらえたらいいなと思います。はい、よければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。で、今日1本目にちょっとね、焼き鳥との BO3 めちゃくちゃちょっとね面白いのが撮れてるんで、ぜひね、もう上がってるんで、よければ見てください。というわけで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。